一般社団法人チームスマイルは2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震を受けて娯楽界において復興支援活動を行う一般社団法人一般社団法人である本法人は2012年10月4日に設立され東日本大震災による被災地の復興支援のためライブエンターテインメント活動を行い 得た収益の全額を東北地区のピットの開設、運営、エンターテインメントを通じた復興支援活動に適用するとした。主たる事務所の所在地は東京都渋谷区東1丁目2番20号渋谷ファーストタワー3階。代表理事はピア株式会社の代表取締役社長の矢内博史。継続的な復興支援活動を行う経済的な 基盤が必要であるため、エンターテイメント専用施設である、チームスマイルピットという名前の新たな4つのシアターの開設を目指して、最初に、東京都江東区豊洲に豊洲ピットを2014年10月17日に開設し、岩手県釜石市,市、福島県いわき市、宮城県仙台市にも同様の施設を建設した。シアター名のピットは、パワーイントゥト北を略したものである。 表中の収容数はすべてオールスタンディングの場合による。内訳については、スタンディング、固定座席、椅子を、それぞれ、と略記。豊洲ピットに関するカテゴリー、仙台ピットに関するカテゴリー。ありがとうございます。